眼科医の平松です。今日はトリアムシノノンのテノン脳下注射についてお話ししようと思います。長いですよね。トリアムシノノンというのは、簡単に言うとステロイドという、炎症を抑えるお薬ですねを注射しましょうって、ただそれだけなんです。ただ注射する位置がですね、目の裏に注射するんですね。目の玉じゃないんです。どういうことかっていうと、目の玉っていうのはですね、こうありまして、こう裏側があるわけですね。でこう白目を薄く切って、そこから針というか、管みたいのを入れて目の裏までお薬をまいて、で効かせるっていうような、そんな感じのお注射です。なので目の玉自体ではなくて、目の玉の表面を沿って裏側にこうお薬を入れるようなイメージに近いです。でこれをするメリットとしては、トリアムシノロンというお薬は長く効いてくれるので、大体1から3ヶ月ぐらい効いてくれるっていうのがメリットですね。炎症を抑えるお薬であるってことで、目の玉に刺すわけではないので、感染症の確率はあるんですけども、すごい高いわけではないっていうことですね。ただもちろんそれの副作用、合併症っていうのもあります。これは白内障が起きやすい、白内障、水晶体、白内障の手術してない方ですねの場合は白内障になりやすい。そして緑内障になる確率が 1% ぐらいではある。眼圧が上がってしまって目薬を必要としたり、手術を必要としたりっていうことがあるってことですね。あとは白目が出血、赤くなる、これは起きたから悪いとかっていうわけじゃないですけど、そういうふうになるとびっくりしちゃいますんで、あと感染症があるってことがありますね。っていうことがあって、そう言われるとちょっと怖いなってイメージあるかもしれないですけども、入院もいらずに外来でできるような治療です。トリアムシノロンのテノン脳下注射をやる病気ってどういうものがあるか、黄斑浮腫っていうのが一番多いかもしれないですね。目の奥がむくむっていうことです。例えば糖尿病による網膜症でむくんだりとか、目の血管が詰まって出血する網膜静脈閉塞症であったりとか、あとはブドウ膜炎、目の炎症によって、むくむとか、それだけじゃなく目の全体の炎症を抑えるために使うこともあると思います。例えば同じ黄斑浮腫に対して目の玉の中に注射をする抗 VEGF 抗体というものもあるんですけど、それと比較すると、費用も安いってことは結構大きいメリットですね。で効いてる期間も、ちょっとだけですけどね、ちょっと長いっていうところもあります。リスクとしてはどっちが上下とかそういうことではないですね。で効きもちょっと患者さんや状態によってなので、どっちが効くというものでもあんまりないってことです。なので、トリアムシノロンテノン脳下注射っていうのは、もちろんリスクはあるけれども、それなりの効果を期待できるからこそ注射をしますってお話をしているので、だからちょっとそれを頭に入れて、ただ 100% 安全ではないと。感染症、緑内障になる可能性、あと白内障ですね、白内障が進む可能性っていうのはあると。あるんだけれども、ほっとくわけにもいかないから治療しましょうっていう注射ですね。で場所によってはトリアムシノロンとかじゃなくて名前、トリアムシノロンっていうのの、同じ意味なんですけども、ケナコルトとかマキウェイドとか、そういう表現をするところもありますけども、そういうふうに注射の治療を進めるところもあります。問題点としては何回か繰り返す人もいるんですね。やっぱり患者さん、私の患者さんでも黄斑浮腫に対してこの注射結構定期的にやってる人もいます。でそうしてくると患者さんにとってみると、いや先生これずっとやってていいんですかって聞かれるんですよ。もちろんですね、ずっとやらない方がいいんですよ。お薬ですから、1回で終わるとかずっとやらない方がいいですと。なんですけども、ほっといて悪くなるよりは注射で抑えた方がいいからいいんで、致し方なくやってるってことなので、結構だから繰り返すから心配になりやすいってこともありますね。あとは患者さんでよく言われるのは、なんかいきなり目に注射するのは怖いですって。皆さんやっぱそうですね、怖いと思います。で一応配慮して、なるべく痛くないようにとか私は注意してやったりしていますけれども、それでもやっぱり怖い治療だと思いますので、簡単だとは言わないです。ただもちろんちょっと普通の注射と違うところはですね、まず針刺すわけじゃないってことです。もう一点は、先に目薬で麻酔できるんですよ。目薬で麻酔して、で表面だけちょっと今日結膜って言っても、白目の皮ですねをちょっと切ってから針というか管を入れてお薬を巻くっていう感じなので、思ってたほどじゃないなって人もいます。
でも一方でやっぱり目だから触られて嫌だし痛いなって人もいて、なるべく麻酔はするんですけれども、それでもまあゼロではないから、まあ、ちょっとそこは心配な点なのかなっていうふうに思いますね。で、多くの患者さんはやっぱり注射してきました。で、やっぱり、それが効果を上げる人もいるし、そうでない人もやっぱり一定数いるので、その場合はまた他の治療選択肢を相談していくって感じになりますね。今日はトリアムシノロンのテノン脳下注射についてお話ししました。